ゼロックス、ゼロックスは印刷機器の製造販売を行うアメリカ合衆国の会社。フォーチュン500に入っている。プリンター、複合機、複写機、デジタル印刷機、および還元サービスを提供している。創業地はニューヨーク州ロチェスター。現在の本社はコネチカット州ノーウォーク。2007年10月、ニューヨーク市北東港のコネチカット州スタンフォードが 移転だが、主要な施設は今もロチェスター周辺にある。ゼロックスはエリザベス2世とチャールズの御用達でもある。1906年、ロチェスターでザ・ハロイド・フォータグラフック・カンパニー、ハロイドとして創業。当初は因ガ紙や関連機器を製造していた。1958年にハロイド・ゼロックス、1961年にゼロックスと改称した。 ゼロックスの名称は同じロチェスターで創業されたコダックに習って最初と最後が同じ文字で力強い響きの単語として考案されたもので特別な意味は持たない。1959年チェスター・カールソンが開発した電子写真技術後にゼログラフと解消を使った世界初の普通紙副写機ゼロックス914を発売し一躍注目を集めた。 1914は大人気となり、1961年末までに、ゼロックスは約6000万ドルの売り上げとなった。ゼロックス社は1960年代に急成長を遂げ、それまでの長期にわたる研究開発期間を支え続けた、投資家は多く満社となった。1960年、ゼログラフィの研究施設、ウィルソン・センター・フォー・リサーチ・テクノロジーが、 ニューヨーク州ウェイブスターに開設された。1961年には社名をゼロックスに変え、同年ニューヨーク証券取引所に上場し、1990年にはシカゴ証券取引所にも上場した。1965年までに売上高は5億ドルを超えた。914をリリースする以前、ゼロックスは市場調査を兼ねて、 プロトタイプの手で複写する器具フラッテプレート1385を発売していた。それに続いて、ゼログラフィ式プリンターコピーフローを1955年に発売している。コピーフローはマイクロフィルムをロール紙に拡大印刷する大型プリンターである。次に、コピーフローを小型化した1824マイクロフィルムプリンターを発売。大きさと重さが約半分になり、 それでも、かなりの大きさである、手で、カットシート紙を、クリッパーバーと呼ばれる部分に供給すると、そこに紙が引き込まれて印刷が行われる仕組みだった。この休止方式は、後の813デスクトップ副写機にも採用された。1963年、初のデスクトップ普通紙副写機ゼロックス813を発売、オフィスの机の上に置ける副写機を実現するという、 カールソンの夢が現実となった。10年後の1973年、914をベースとしたアナログのカラー副写機が登場した。914の系統は高速化を目指し、420、720と続いた。813の系統も同様に330、660と続き、デスクトップ型マイクロフィルム、マイクロフィッシュプリンター740も登場した。 セスター・カールソンが最初に開発した器具をそのまま製品化した1385フラッテプレートは副車に時間がかかり実用的ではなかった。しかし結果としてそれがオフセット印刷機市場で製版機として売れた。市販されている製版用カメラより若干品質が良かった。ただしガラス製の板はセレニウムをコーティングしたアルミニウム板に置き換えられた。その後 再利用可能なフィルムの代替品として急激に発展していった。熟練したユーザーは他のどんな技法よりも高品質な半下を素早く作成できる。オフセット印刷用製版機市場から始まって、ゼロックスは今ではオフセット印刷機の市場である程度のシェアを占えるまでになった。単なるコピー機を超えた副写機への最初の挑戦がゼロックス2400だった。 2400という数字は1時間で印刷できる枚数を表している。オフセット印刷機よりは遅いものの、業界初の自動給紙機構、スリッタ、先行装置、消耗機、ソータを導入した機械だった。直後に印刷速度を1.5倍にしたゼロックス3600デュプラケーターを発売している。その頃、小さな研究チームが複写機を借りて、 それを改造していた。LDX と呼ばれたプロジェクトで、二つの副写機を公衆電話モードで接続し、ある副写機でスキャンした文章を遠隔地にある、別の副写機で出力する実験である。プロジェクトは何年もかけ、ゼロックステリーコピーとして結実した。今日の家庭用ファクシミリの原型である。付随的に、現代のデジタル複合機の多くは、ファクシミリとしても使えるようになっている。 1969年、ゼロックスはを買収し、32ビットメインフレームコンピュータシグマシリーズを1960年代から1970年代にかけて製造販売していた。レーザープリンターは1969年、ゼロックスの研究者、ゲイリー・スタークウェザーがゼロックスの副写機をベースに発明した。1977年、 最初の製品ゼロックス9700を発売。レーザーアップリンターはゼロックスの大きな柱の一つとなった。1971年が社長となった。彼の在任期間中、ゼロックスはカラー副社機を製品化している。その間の1973年と1974年と1975年、ゼロックスは売上や収益の新記録を達成している。 3年連続で売上記録を更新した後の1975年に当時が引いていたアメリカ連邦取引委員会との間の独占禁止法違反訴訟を解決した。判決により、ゼロックスは競合他社、主に日本に特許をライセンス供与しなければならなくなった。その4年後、ゼロックス社のアメリカでの副社機のシェアは100%から14%に低下した。 1970年パロアルト研究センターを1977年頃までに段階的に整備した。ゼロックス社がその市場価値を見抜けなかったためケイラの想定していたパーソナルコンピューターとしてのアルトは結局製品化されることはなかったが、アルトのハードウェア技術は後日のゼロックススターシステムに転用され、別部門で開発された GUIOS を搭載したワークステーション。 あるいはスモアルトックをプロフェッショナル開発者向けの統合化開発座会として位置付け直したエンジニアリングワークステーションとして販売されることになる。あるとは試作機ながら最終的には1500台ほど生産、世界中のゼロックスのオフィスやアメリカ政府や軍に設置され多くの人がその能力を目にする機会を得た。それらはゼロックスの開発した欄であるイーサネットで 相互接続されていた。そしてデータはパケット化されて転送された。間もなくゼロックスの技術者らがサイト間を接続するシステム、インターネットワークルーティングを開発した。当初の世界的ネットワークは、ゼロックス社内のものと同じ技術を使ったアメリカ政府のものだった。他にアドビシステムズ創設者のジョン・ワーノックが開発したインタープレスやアルトを リスプマシンにするインターリスプ、D システムなどがある。1979年、ゼロックス社は、同社の開発に興味を持った、業界関係者にも報道関係者にも、門戸を開いていた。大抵は無難なデモを行ったが、アップルの従業員数名を伴いパロアルと研究所をタスティーブ・ジョブズは、本格的なデモンストレーションを要求。スモアルトックによる、 ウィンプスタイルの GUI を目の当たりにすることになる。その価値を見抜いたジョブズは、使用策定中のリースの開発でそれらを取り入れる、要方針転換した。ジョブズは後に、彼らは自分たちが何を持っているのか分かっていなかったと、語っている。1980年、ジョブズは、パロアルト研究所の数名の主要な研究者を、アップルに引き抜いた。 マイクロソフトのビル・ゲイツもパロ・アルト研究所を訪れたことがあり、同様の感想を抱いたという。1981年、ゼロックスはアルトによく似たシステムゼロックススターを発売した。後のパーソナルコンピュータで一般的となる高解像度ビットマップディスプレイ、ウィンドウシステムベースの GUI、マウス、イーサネットによるネットワーク機能、ファイルサーバ機能、 プリントサーバー機能、電子メール機能などを備えていた。ゼロックススターは、技術的には、優れていたが、価格が高すぎて、あまり売れなかった。典型的なオフィスで、スター数台と、プリンターとネットワークを設置するのに10万ドルも、かかった。1980年代中頃、アップルは、ゼロックスの買収を検討したことがある。しかし、合意に達することはなかった。 代わりに、アップルは、アルタの GUI を使用する権利を購入し、より安価なパーソナルコンピュータに採用した。1984年、マッキントッシュが発売され、GUI とマウスを採用した初のパーソナルコンピュータとなった。ゼロックスは、製品の品質設計と製品体系の見直しを図り、1980年代から1990年代に復興を遂げた。 1990年代にデジタル副社機を開発して製品体系を見直し、ハイエンドのレーザープリンターにスキャナーを装備して複合機とし、コンピュータネットワークに接続可能にし、競合他社に対して技術的優位に立った。また、ハードウェアからサービスに主軸を移し、供給、保守、設定、ユーザーサポートを含めた総合、ドキュメントサービスの提供を目指した。 そのイメージを定着させるため、ザ・ドキュメントカンパニーを標榜し、ロゴデザインを一新した。2000年、テクトロニクスのカラープリンター及びイメージング部門を9億2500万ドルで買収。これにより、現行のシリーズと、ゼロックス独自のソリッドインク技術が生まれた。2004年9月、ゼロックスは、ゼロックス914の45周年を祝った。 914は1959年から1976年の販売終了までに20万台以上製造された。914はアメリカ合衆国の歴史の一部とされ、スミソニアン博物館に所蔵されている。2008年、約13年ぶりにコーポレートロゴが変更された。ジロックスからゼロックスへと文字デザインが変更され、 X をモチーフとしたシンボルを一体化したものとなっている。2018年1月31日、富士フィルムホールディングスは、ゼロックスを買収して古会社化することを発表。まず、富士ゼロックスが富士フィルムから自社の株を買い戻すことで、富士フィルムホールディングスの持ち分を減資する。これにより、富士ゼロックスの株はゼロックス出資分のみとなり、 ゼロックスの完全子会社となる。その上で、富士フィルムホールディングスが、富士ゼロックス株の売却でた資金でゼロックスを、子会社化し、新富士ゼロックスとする方針。コピー機に代表される、応 a 機器の需要が、インターネットの普及によるペーパーレス化により、減少している局面であった。ゼロックスという語は、かつては、同社の流星とともに、副社機と同義に使われていた。 しかし、その長楽と呼応するかのように、時代と共に、その意味は失われた。特に動詞的にも使われている点について、ゼロックス社は、商標の普通名称かと判断されて、商標として使えなくなることを危惧していた。そこで、ゼロックスを動詞として使うべきでないという、宣伝キャンペーンを展開した。しかし、オックスフォード英語辞典にもゼロックスが、動詞として掲載され続けている。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。